ドラッグストアあるある。シャンプーはどこだ。シャンプー発見。私が使ってるシャンプーはどこかな。詰め替え用がここにあるってことはここら辺だと思うんだけど。え、ないんですけど。なんでよ。詰め替え用しか売っていない商品に不満。なんかいいのないかな。いろんな商品があってワクワクするな。陳列されている商品を見ているだけでも結構楽しめる。おー、ほらめっちゃ安いじゃん。ラッキー、来てよかった。掘り出し物を発見した時の嬉しさ。ちょっと次は化粧品コーナーを見に行こうかしら。いや、ちょっと待てよ。ところで今何時だっけ。もうこんな時間じゃ。早く帰らないと。じっくり見すぎていつの間にか結構時間が経っている。ドラッグストア来店前。今日は食器用洗剤と湿布を買わないとだな。ドラッグストア来店後、軽く5000円を使ったかも。ついつい余計なものまで買いすぎるのよね。結構お金使いがち。さーてと帰ろうかな。あ、待てよ、やっぱりちょっとだけドラッグストアに寄っていくか。特に買う用事もないけど行ってしまいがち。あ、ちょっとこれ試してみようかな。この新作も良さそうだな。買ってみようかな。え、待って、これも気になるんですけど。あー、もうとりあえず全部買ってみるか。余計なものまで購入して無駄遣いしがち。なんでいつもこんなに安いんだろう、このお菓子。常にアルフォートが激安な気がする。え、ちょっと待って、これってまさか100円ショップよりもお得なんじゃないの。100円ショップよりもお得な商品を見つけた時の嬉しさ。今日は特別な日だから爆買いしちゃった。ポイント5倍デーの日に爆買いしがち。